魯迅は中華民国の政治家、ジャーナリスト、実業家。新末から革命派人士として活動し、後に北京政府で要人となる。字は新仰。筆名は飛行。1903年、香港、中国日報記者となり、合わせて港中会に加入した。1905年9月、中国同盟会本根文会に加入している。同年冬。 日本に留学し、東京で大江日報を創設して革命宣伝に努めた。1907年、孫文の推薦によりサンフランシスコへ向かい同盟会の機関紙である民政日報主編となる。この後も各種メディア媒体を主催、創設して両警庁ら歩行派と激しく論戦を繰り広げた。1911年5月、香港。 中国日報社長に就任している。侵害革命以後、同盟会関東支部長、南京臨時政府参議院などに就任する。1913年、参議院議員となる。また、党将棋が創設した、近成人受保険公使の副主席にもなった。翌年冬、やはり、党が創設した、スイカ保険公使で総経理となっている。1917年、 孫文に随従して、誤報運動に参加し、大本水夫参議などを務めた。1922年8月から1ヶ月間だけ、当商議臨時内閣で処理農商総長となるが、実際に就任しなかった。1926年3月、が特要内閣で、馬君部の公認として、司法総長に就任した。しかし、わずか1ヶ月で辞任している。 1933年6月12日死去、去年49、ありがとうございます。